ロボットスタートの北構えと申します。ということで、早速なんですけども、今日のアジェンダということで、まずちょっと私どもの会社紹介、あとはあの私どもの方でいろいろと開発者様の方に向けた活動をしておりますので、そちらの紹介で、最後おまけということで、この3部構成になります。で、プロローグですね。まあ、うちも動画はないんですけども、イメージ画像があります。で、私たちの方はこの上に書いてあるんですけども、ロボットのソフトウェア専業の会社ということで立ち上げをいたしました。で、真面目な自己紹介なんですけども、一番右側の方ですね、設立の方が2014年の12月5日ということで、ちょうど今できて半年くらいのまだまだ新しい会社になります。渋谷の方に事務所を構えておりまして、販売広告の販売パートナーということで、ネット専業の代理店様、あとはあのアプリ開発パートナー様ということで、いくつかのロゴが載っているんですけども、ほぼほぼこちらのペッパーのアプリケーションを開発している会社様になります。で、私の紹介なんですけども、私も DMM の岡本様と一緒で、全くロボットの関係の何か大学に行ってたですとか、勉強はしているわけではありません。1998年にヤフーの方に入社いたしまして、その後いくつかインターネット企業を出まして、2005年ですね、10年くらい前にサーチテリアという会社に入りました。で、こちらの何をやってる会社かというと、アドテクノロジーの会社ですね。スマートフォン向けに広告の配信をしたりといったものを10年間、まあ、9年ですけど、まあ、ほぼ10年やりまして、去年の12月にこちらの会社を、社長と私の方で共同で設立をいたしました。で、私たちのビジョンなんですけども、ロボットアプリ開発者とロボット利用者がウィンウィンになる世界を目指します。ロボットアプリ発展に寄与することを通じて、ロボットのさらなる普及と人類の未来の発展に貢献しますということで、まあ何のこっちゃって感じなんですけど、どうしてあの半年前に、まあ、アドテクノロジーの会社を辞め、まあ、会社を、こういうロボットの会社を作ろうかと思った理由ですね。で、こちらなんですけども、もともとのきっかけというのが、去年の6月くらいですかね、孫さんがペッパーを一番最初に発表したときに、まあ、社長と私の方でそれを見まして、これはなんか来るんじゃないかと、ビッグウェーブ来るんじゃないかと。で、いろいろ調べていく中で、やっぱりこれは来るんじゃないかって思ったところがありまして、まあ、会社を作りました。で、今までのロボットですね、例えば私が知る限りだと、例えばアイボだったりアシモだったりといったような、あの一般の人がいろいろ知るようなロボットがあったんですけども、そちらと、まあ、ペッパーだったりナオといった今時のロボットに関しては明らかに違う点が2点あるなということを思いました。で、まず一つ目が、ロボットアプリの開発環境が公開されていることで、今までのまあ、アシモだったりアイボだったりっていうのは、まあ、いろいろ決まった動きはあるんでしょうけど、例えば私みたいな普通の、まあ、サラリーマンが、じゃあそういうアプリケーションを、まあ、簡単に作れるかっていうと、まあ、そういったものがもしかしたら、まあ、開発者向けはあるのかもしれないんですけども、そういったものが簡単にアクセスできなかったので、実質的にアプリケーションが作れないと。2つ目がインターネットにつながっていることということで、まあ、無線 LAN なりでペッパーなおというのがインターネットにつながっておりますので、まあ、社内ではいわゆるそのスマートロボットみたいな形で社内ではよく呼んでおります。で、この2点が今までのロボットとペッパーなおに関しては全く違うということで、まあ、おそらく新しいロボット市場というのはこれからここを先、まあ、5年10年のスパンで見たときに広がっていくんじゃないのかなと予想しました。で、まあ、コンピューターだったりスマートフォンというのも結局、まあ、こういう2つの、まあ、条件が成り立ち、まあ、エコシステムができ最終的に広まっていくといったような流れを組んでおりますので、ロボット市場も今回これからは来るんじゃないのかなと期待をしております。で、まあ、ペッパーなおどうやって開発するのかというと、まあ、ポリグラフっていうソフトウェアがありまして、まあ、ソフトバンクのサイトから普通にダウンロードができます。まあ、私もそうやって普通にダウンロードして、今この Mac に入れてます。で、ここの左下の方にバーチャルロボットで今ペッパーが出てるんですけども、まあ、こういったものが出ておりますので、実際にロボットの実機がない方でも普通に開発が可能になっています。今、
ロボットアプリ作ってる方の中でも実際自分自身はまあ実機を持っていないんだけど、これ自体でまあアプリケーションを作ってるっていうような方もいらっしゃいます。でいくつかの真ん中の部分に箱のようなものが紐でつながってるかと思うんですけども、まあ、こういったようないくつかの動きのひな形のようなものがありますので、まあ、これをつなげていって、まあ、しゃべらせる、動かす、最後にまあお辞儀をするといったようなものをつなげていくだけで開発できるというので、まあ、これも明らかに私は実際、まあ、プログラマーじゃないんですけども、私自身でもこういったようなアプリケーションを作成することができるようになりました。でロボット関連のビジネスということで、まあ、半年くらいいろいろあの営業なりで動いてみたんですけども、最初おそらく数年くらいは、まあ、ペッパーだったりナウだったり、まあ、DMM ロボットさんで売ってるようなロボットが普及するまでに関しておそらく企業向けのニーズがほとんどないじゃないのかなということを今感じております。例えばオフィスの受付だったり店舗で顧客対応、まあ、家庭向けに入るとしてもおそらく教育だったり、まあ、コンシェルジュエンターテインメントが想定されています。でそれはどうしてかというと、やっぱり単価がまだまだやっぱり高いので、例えばペッパーですと先日一般発売されまして19万8000円で本店売ってますとは言うんですけども、毎月々のまあ使用料をだいたい 3,4 万ずつくらい3年間分割で払っていきますので、まあ、それを見るとなんだかんで3年間でトータル100万円くらい超えていくかなというようなものなんですね。でまあ昔のパソコンとかも今でこそ安くなりましたけど、やっぱり20年前とかのパソコンっていうのは1台入れるのに100万円くらいかかってたものですので、当時と同じような形で考えると、まずは企業向けに広まっていき、そこからある程度安いものがロボットが出てくると、そこから一気に一般向けに広がっていくのかなと考えております。であと今やっぱりもう一つ営業していて感じるのが、アプリケーションの開発ニーズ、ロボット購入コンサルのニーズということで、今ペッパーが一応ソフトバンク的には開発専用ペッパーが一応500台くらい出てるっていう計算にはなるんですけども、あのほぼほぼペッパーを持っている方っていうのは、まあ、あんまり開発者界隈以外では聞いたことがないんですね。でそうすると何かというと、そもそも見たこともなければ、まあ、CM で見るだけのもの、これ絵だけで見るものになってしまうので、実際何がどこまでできるのかっていうところがやっぱり皆さん全然つかみづらいところがあるんですね。なので私たちが、まあ、私ともう一人の営業でいろいろ回ってるんですけども、現状お客様のところにお伺いしても、まあ、半分かもしくは8割くらいは今の現状のロボットで何ができますかできませんかっていうところを説明するのがほとんどで、まあ、残りの 2,3 割でようやくあの商談の話ができるかなっていう形なので、まあ、現状こういうロボットで何をするっていうようなコンサルのニーズっていうのは、まあ、しばらくはなくならないのかなと。ただまあ一般化してきたらそういうような職種っていうのはまあ消滅していくのかなと思っております。で今後、まあ、長いスパンで見たときに家庭用ロボットというのがまあ普及していくと、そこで初めて広告によるアプリケーションのマネタイズのニーズが強まるかなと思っております。まあ、現状のスマートフォン、iPhone、Android ですと、まあ、どういうアプリを使っても、まあ、ほぼほぼ広告が入っていて、開発者の方はその広告費で、まあ、売り上げを立てているといった形ですので、まあ、それがいくためにはこういう端末、まあ、ロボットを端末というと端末がかなりの台数でないと広告っていうのはやっぱり成り立たないので、まあ、広告が成り立つくらいの数年、まあ、もしくは10年くらいかはまあ分からないんですけども、そこが広がっていけば初めて広告ニーズが出てくるのかなと。で私たちはそもそも10年くらいアドテクノロジーの会社をやっておりましたので、そこの段階になった時点でロボット向けの広告配信といったようなビジネスもできるのかなと考えております。で、私たちもこういうような形でマッピングをしてみたんですけども、まあ、私たちが対象とするロボットというのは決まっておりまして、まず一つ目は開発環境が用意されていることですね。で、二つ目がインターネット接続できることと、
で3つ目は人と会話ができることということで、まあ、将来的には広告表現をビジネスとしたいと思っておりますので、何らかの表現ができないロボットというのはちょっと厳しいかなと考えております。でこのですね、まあ、大体10万円から100万円くらいで、まあ、一番右上のロメオっていうものですと、まあ、本当の人型140センチくらいの、まあ、ちょっとした人間くらいのサイズで、今まだ一般発売してないんですけども、一応価格的には 2,3,000 万くらいかなというのをネットで見ました。でここから本題なんですけども、私たちの活動内容がちょっと6つご紹介をさせていただきます。でまず1つ目なんですけども、ロボットアプリ開発者向けの情報発信ということで、私たちの方で Twitter と Facebook をいろいろ解説して、日々ロボットのニュースをいろいろとそこでツイートしたり、まあ、Facebook で書き込んだりをしております。で意外と私たちももともとロボット業界ではなかったので、そこら辺疎かったんですけども、気をつけていろいろなところからニュースをちょっと見てみると、意外とたくさんのニュースがあるんだなということにこれで気づきました。でもう一つなんですけども、まあ、ペッパーなどのデベロッパー向け情報をキーダで提供しております。というのも私たちが去年の秋くらいにまずはなおを購入してみたんですけども、いろいろと調べていくと、現状のそのある程度まとまった情報っていうのは聞いたにしかなかったんですね。で、なお買ってみました。ポリグラフをインストールしてみて、じゃあプログラミングをしてみようかということでドキュメントを読んでみたんですけども、やっぱ全部英語で、日本語ドキュメントっていうのはどこにもなかったので、まず私たちが最初にしたことっていうのが、まあ、そんなに私たち英語が得意じゃないので、日本語化してちょっとアプリ開発を円滑にするようにしようかなと。でその作ったものをキータに全部アップロードいたしまして、まあ、結果今ソフトバンクの公式アカウントに次いで、ロボットアプリ開発に関しては、まあ、このストック数ですね、キータでいうとこのストック数が今2番目で高い評価をいただいております。2つ目は業界盛り上げるイベント主催ということで、まずあれですね、ロボットパイオニアフォーラムというのがちょうど今3回目くらいが終了したんですけども、ロボットビジネス、まあ、先ほど岡本さんもおっしゃったんですけども、ビジネス部分っていうのがやっぱりロボットの方にいろいろお話を聞くと、開発側にはものすごい興味はあるんですけど、やっぱりビジネスを回す側っていうのがいまいちそんなに好きじゃない、得意じゃない方が多かったらしくて、それであればいろいろなロボットの関係の方、ロボットを作っている方だったり、素材の方だったり、まあ、人工知能の方だったり、まあ、我々みたいな新参者だったりといったものを全部集めて一回飲み会してみたらどうですかねっていうような話が盛り上がり、現状先日の3回目ですと 120、30人くらいが集まって、そこでイベントを行っております。2ヶ月に1回やってるんですけども、今のところ会をごとに参加人数が増えてます。であとはまあ先日ですとニコニコ超会議が先日行われたかと思うんですけども、そこのペッパーブースのちょっとお手伝いさせていただいたりですとか、いろいろとロボット関係のイベントに関与しております。でこれもまあリアルのそういうイベントとかに関わることで、実際ロボットに触れる方が増えていきますし、まあ、そういう実際開発者の方もそういったところでモチベーションが上がるのかなと考えております。でその3ですね、ロボットアプリ開発者へのマネタイズ手法を提供ということで、もともと私たちアドテク、スマホ向けのアドテクをやっている会社でしたので、今度それを、まあ、ロボットに転用してみてはどうかということで、まあ、ロボットアプリへのマネタイズ手法を提供するサービスを今準備しております。でマネタイズ手法を提供するというのはどういうことかというと、アプリの開発者の方々にとって、まあ、モチベーションが上がったりですとか、まあ、場合によってはそれだけで生活が成り立つような形までいけば、さらにアプリができるんじゃないのかなと、まあ、エコシステムを考えた時にやっぱりマネタイズっていうようなお金が儲かる手法があるだけで、何かそのエコシステムがきれいに回る形になるんじゃないのかなというのを、まあ、実際前職のスマホ向けの広告の、まあ、配信でもまあ感じましたので、まあ、そこもこちらでやってみようかなと。
まあ、実際一番下だけど、まあ、お金の心配なしに家庭向けアプリを作ってほしいと思っております。で、実際ロボットに関しては、まあ、いろいろな表現、しゃべるですとか、例えばペッパーの場合ですと胸のタブレットですとか、いろいろ表現手法というのはまあたくさんありますので、今までのパソコン向け、スマホ向けの広告よりも、より広告手法っていうのは、まあ、表現力っていうのは高まるんじゃないかと想定をしております。で、4つ目ですね。企業向けのロボットアプリに組み込むサービスの提供ということで、今、ペッパーですとか、ナオですといろいろ、まあ、センサーがついておりまして、そこから、まあ、何人人がいるとかっていうのを情報を全部見ることができますので、そういったものを解析するためのロボットスタートアナリティクスというものを今作っております。で、まあ、店舗だったらオフィスにロボットアプリ、まあ、ロボットを置いてこのまあアプリケーションをインストールすることで、いろいろ時間別日別の例えば性別年齢感情といった属性をいろいろとカウントすることができます。で、これで何ができるかというと、まあ、実際店舗に来た人数の中で、まあ、どれくらいの今日は人が来たんだろうね、男女比率どれくらいだろうね、まあ、あとは感情喜怒哀楽といったものも取れるので、そういった今日の来たお客さんを、まあ、喜んだ方が多かったのかな、そうじゃない方が多かったのかなというようなものも取ることができます。で、多分このサービスをが、まあ、広まっていくと、まあ、どこかへ、まあ、プライバシーの問題どうなってるんだというような形の、まあ、ツッコミ方が入るとは想定しておりますので、まあ、そちらの方も見据えた形できちんと設計を私たちはもともと考えさせていただいております。で、5つ目ですね。ロボットアプリ開発者の作品をレビューするサービスということで、実際今ペッパーですとかナオのアプリっていうのはだいたい60から70くらい多分実は作られてたりするんです。で、まあ、ただ今それがどういう場で告知するのかとか、そういったものがない状態なので、私たちの方でこういうアプリをレビューするサイトっていうのを作りまして、現在公開されている主要なペッパーアプリのほとんどを網羅して紹介をしております。で、これは特にペッパー専門の紹介というようなものではございませんで、今ですとペッパー向けのものしかないのでそれだけになってしまっているというような形ですね。特に私たちはずっとペッパーの話ばっかりしてるんですけども、現状まだ家庭用ロボットで、まあ、目立ったものがペッパーだったりなおしかなかったので、まあ、そういった形になっているだけで、今後出てくるもの、例えば DMM さんで扱っているロボットですとか、例えば海外のクラウドファンディングでやっているロボットですとか、そういったものも扱おうとは思っておりますので、いろいろロボットに関するアプリの総本山になれば嬉しいなと考えています。で、もう一つですね、開発者に向けた活動ということで、ロボットアプリ開発の効率化を支援ということで、ロボットライブラリーというアプリケーションのパーツやアプリそのものを流通させるプロットフォームを今作っております。で、これは何でかというと、実際そのロボットアプリを使ってみて分かるんですけども、やっぱりある程度ひな型的に使われる動きだったりですとか、例えばなんだろうな、受付アプリですと大体のやっぱり動作必要な機能というのはやっぱり似てきますので、それを各々各社さんで作るというのはやっぱり非効率かなと思っておりまして、それを、まあ、開発者向けに共有できるものがあれば本当に必要なものだけ作るリソースに皆さん時間費やせるのかなと思っております。で、こちらは、まあ、ロボットアプリ開発者アプリケーション単位またはライブラリーボックス単位で公開共有で販売も可能になりますので、まあ、アプリケーションよりももうちょっと細かい単位のものの形で販売もすることを想定しております。まあ、車輪の再発明はもうやめましょうっていうものですね。ということで、早くもおまけなんですけども、で、今家庭用ロボット業界に足りてないものは、まあ、2つあるのかなと思っております。で、一つ目はやっぱり家庭用普及、ロボットの普及台数が足りないと。これはもう DMM メイクロボット様、期待しておりますのでよろしくお願いいたします。で、もう一つですね、家庭用ロボットのアプリケーション開発者の方っていうのはやっぱり足りないところがあるので、やっぱり今日いらした方はの中で開発者の方、エンジニアの方というのも多くいらっしゃってると思いますので、ぜひ一人でも多くロボットアプリ開発をしていただけると嬉しいと思っております。
で、ペッパーの開発用の SDK、コリグラフのダウンロードなんですけども、実際にペッパーを持ってなくてもダウンロードは可能です。コリグラフソフトバンクっていうのでググると、一番上に多分ソフトバンクの SDK のダウンロードのこちらの指示のページが出てくると思いますので、この指示に従うと、先ほどのバーチャルロボット付きの SDK を使うことができます。で、まあ、作ってみて、アプリの開発で困ったときは、キータでペッパーというような形で検索していただくと、私たちの方で全ての、まあ、ペッパー向けのボックス、全てのセンサー、全ての API の日本語訳を公開させていただいておりますので、まあ、辞書的にこちらを使っていただけると非常に効率が便利かなと考えております。ということで、以上でございます。どうもありがとうございました。